ラシティインフォメーション。まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介いただく番組です。まちづくりは地域から、毎月第3火曜日のこの時間にお送りしてまいります。今日は三田市地域支援課から今西さんと藤田さんにお越しいただいております。まちづくりについてお話をいろいろと伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、三田市地域支援課宮南部地区担当課長の今西です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは、三田市地域支援課本庄地区担当課長の藤田です。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。三田市では共同のまちづくりを進めていくために、平成24年度から各市民センターを拠点施設としまして、地域担当職員配置ができました。今年度で5年目を迎えたということですね。お二方は今年地域担当課長に着任されたと伺っておりますが、担当される地区の様子ご紹介いただけますでしょうか。ではまずは、三輪南部地区ご担当の今西さんからお願いいたします。はい、この4月に、三輪南部地区の担当になりましたが、昨年度までは三田地区と三輪南部地区は同じ担当区域でした。あ、そうなんですね。今年度からは地域課題の解決に対して、さらなるサポート体制の充実を図っていけるようにと、三田地区と三輪南部地区をそれぞれの担当に分け、地域活動の支援に取り組んでおります。そうですか。三輪南部地区は三田市の玄関口である JR と神戸電鉄の三田駅を中心に、商店や中高層住宅が立ち並ぶ地域や、歴史的な面影を残す地域、さらには新たに開発された住宅地など都市のイメージを印象付ける地区、そしてのどかで緑豊かな田園風景が広がる農村地域など、多様な地域特性を持っております。確かにそうですね。このような地域であるからこそ、そこに住んでいる方々も多方面で活動活躍されているなど、多彩な住民の方々で地域コミュニティが形成されています。あ、そうですか。なお、事務所は三田駅南側キッピーモール6階、まちづくり共同センター内にありますので、皆様もお気軽にお立ち寄りください。そうなんですね。三輪南部地区はキッピーモール6階が拠点となっているんですね。今西さんが三輪南部地区担当に着任されて3ヶ月経ちましたけども、地域担当の目線で地域に入られて感じられたことはどんなことでしょうね。はい、三輪南部地区は北部と南部地区に分かれており、その南部地区には小学校が旧市街地内にある三輪小学校と、開発団地内にある松ヶ丘小学校の2校があります。あ、そっかそっか。はい、今、三輪南部地区ではそれぞれ小学校区を一つの活動範囲として、地区が抱える高齢者や防災、住環境などのさまざまな地域課題の解決に向けて、それぞれの地域課題が連携して取り組む組織である、まちづくり協議会の設立に向けて、地域の役員さんと連携しながら進めています。現在進めていらっしゃるところなんですね。はい、地域に入りますと、まず驚いたことは、皆さんは非常に一生懸命であり、校区ごとに行われた地域座談会でも、とにかく自分たちの町を誰もが安心して住み続けられる町に何とか早くしたい、との思いで取り組まれていることが、参加者の皆さんから伝わってきました。このような地域の皆さんの思いが詰まった町づくりに携われることは楽しみであるとともに、強い責任感を持って地域の皆様と協力しながら取り組んでいかなければならないと実感しております。地域の皆様が地域特有のこう課題解決に向けて、まちづくり協議会の設立に力を合わせて一生懸命頑張っていらっしゃるということですね。ありがとうございます。では続いて本庄地区ご担当の藤田さん、いかがでしょうか。はい、私もこの4月に本庄地区の担当になりました。はい、昨年度までは本庄地区と広野地区は同じ担当区域でしたが、本年度より本庄地区専属として地域活動の支援に取り組んでおります。そうですか。本庄地区は地理的には三田市の北中部に位置し、
緑豊かな田園風景がとても素晴らしく、うん、農業が盛んな地域です。そうですね、本庄地区はそうですね、はい、この恵まれた自然環境の中で地域の皆様と触れ合いながら仕事ができることをとても嬉しく思っています。4月から地域のさまざまな会に参加させていただいておりますが、まずは顔と名前を覚えていただき、地域の皆様と積極的にコミュニケーションを図りながら、はい、信頼関係を築いていきたいと思っています。そうなんですね。そして地域の良いところや課題を皆様と共有しながら、本庄地域の活性化のために頑張ってまいりたいと考えています。そうですか、ありがとうございます。本庄地区にしかない施設があると伺っていますが、まちづくりの拠点となるのはどちらの方でしょうか。はい、私は普段四つ筋にあります、はい、ふれあいと創造の里という複合施設に勤務をしております。はい、ここには地域の会議や団体活動に利用される本庄ふれあいセンター、はい、文化的活動として陶芸教室等を行う陶芸館や、はい、11月から5月にかけて味噌加工等を行うトータルライフ工場センター、はい、体育施設として多目的グラウンドと勤労者体育センター、はい、そして今年も7月15日から8月末まで営業しています、はい、ふれあいプールがございます。プールは変形プールと幼児プールがあり、変形プールは水深90センチと70センチ、幼児プールは水深0から40センチで、ウォーターカーテンもあります。はい、比較的見通しが良く、プールで、見通しが良いプールで、滑り台や流れるプールといった施設はなく、小さなお子さんが安心して遊べるプールとなっています。このように他の地域にはない施設があるのもこの地域の特徴です。はい、今ご紹介いただいて本当たくさんの施設がありますけども、特に今オープンしているプールとても人気のプールですよね。さあ、藤田さんが実際地域に入られて、どんなことを感じていらっしゃるのかお聞かせいただけますか。はい、本庄地区は農村地域であり、三田市で平成28年5月末日現在の14歳以下の年少人口の割合は、はい、6.8%、はい、高齢化率は 34.6% と高く、はい、まあ、市内でも特に少子高齢化が進んでいます。さまざまな地域課題はありますが、区長会を中心に地域がよくまとまっていて、各事業の推進や住民相互の連帯感が強く、皆さんが意欲的に地域活動に取り組まれていると感じました。そうなんですね。また7月30日には、はい、本庄祭りが本庄小学校グラウンドを会場として開催されます。いよいよなんですね。はい、これには多くの団体が参加して行われますが、地域の行事は何を行うにも小学校で行われており、子どもからお年寄りまで誰もが小学校に愛着を持っておられます。地域の中心として活動の舞台となり、地域ぐるみで子どもを大切に育てておられる地域です。なるほどね。地域課題の共有、はい、情報発信、誰もが参加できる地域活動を目指し、区長会や住民、各種団体と連携しながら、皆さんが意欲的に生き生きと活動されています。ね、今お話を伺いますと、地域の方々が少子化の中で小学校を中心として地域のために意欲的に活動されていらっしゃるということがよく分かりました。ところでお二方の担当地区では、先ごろ市長が市民との対話を通じてまちづくりに生かすという地域元気ミーティングですかね、これが開催されたということですが。はい、地域元気ミーティングはですね、地域でさまざまな活動をされている皆さんと市長が地域が元気になるためにをテーマに、今後の地域づくりについて話し合い、地域との信頼関係を築き、共同のまちづくりを深めることを目的として市内10地区で順次開催しています。宮地区は5月26日に、本庄地区は6月28日に開催しました。ありがとうございます。地域の方々と意見交換をして情報の共有を図るということで、まあ、今後のまちづくりにつなげていくということだそうですが、それではその行われました地域元気ミーティングの内容について少しご紹介していただきたいですね。それでは三輪南部地区から、じゃあ今西さんお願いします。はい、場所はですね、キッピーモール6階のまちづくり共同センターにおいて、はい、参加者は市と地域の皆様合わせて15名での開催でございました。はい、
参加者からの主な意見としましては、高齢者の外出支援や地域の高齢化問題、はい、また市民目線に立った市民サービスや防災問題、はい、その他高齢者の健康推進についてなど、いずれも今三輪地区が早くに取り組まなければならない課題ばかりでした。あ、そうなんですね。中でも高齢者の外出支援については、高齢者の通院や買い物など人々の生活に困っているといったご意見をいただき、市としましても三田の持つ特性として、都市部や農村ごとに抱える課題が違うことから、公共交通機関の事業者とも相談しながら、地域からの情報やアイデアをいただきたいなどの意見交換をさせていただきました。あ、そうですか。いずれにしましても、これは三輪南部だけに限った話ではありませんが、高齢者に関連する課題が大半を占めており、地域の高齢化問題が切実に伝わってまいりました。そうなんですね。地域の皆さんの率直なご意見を聞くことができましたので、これからのまちづくりにつなげていけるような意見交換会になったようですね。さあ、それでは本庄地区はどのようなお話が出たんでしょうか。藤田さん、お願いいたします。はい、本庄地区は区長会、青少年健全育成連絡協議会、ふれあい活動推進協議会などのさまざまな団体が連携して、意欲的に地域活動に取り組まれている地域です。はい、本庄では特に農業が盛んな地域であるので、三田における農業と自然をまちづくりに生かすことについて意見が交わされました。あ、はい、三田に住む魅力として地元でできた安全安心な野菜を食べられること、これを市内外に向けて PR することで、はい、三田の住民を増やす、これを知ってもらうため本庄の農地を使ったイベントを行い、収穫して食べてもらえる試みを行うことや、農作物の販売ルートを増やし収益を上げることで、農業後継者の問題につなげることなどが提案され、はい、それらを受けて次期の三田市農業基本計画に生かしていくことが話されました。あ、そうですか。また後継者が本庄に住むことができ、農業者自体が楽しく高齢者が生きがいを持って暮らせるような仕組み作りができないかなどの意見がありました。そうですか、どうもありがとうございました。三輪南部、そして本庄の両地区とも地域特有の課題が、地域の方々と行政お互いに連携しながら解決していくことで、さらにまちづくりの発展につなげていこうという、そういう取り組み、素晴らしいことですね。これからの三田市のまちづくりがとても楽しみになってまいります。それではそろそろお時間になってきましたので、最後にそれぞれの地域担当としての意気込みをお聞かせいただきたいと思います。ではまず今西さん、お願いいたします。はい、三輪南部地区は先ほどもお話ししましたが、市街地や歴史的町並み、農村地域など多様な地域が混在し、他の地域にはない地域特性があることから、それぞれの地域間でさまざまな人と人との交流も図ることができます。地域の皆様とともにこの特性をうまく活用し、誰もが住んでよかったと思えるような街づくりを目指し、少しでも地域の方のお力になれるよう頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは続きまして藤田さん、お願いいたします。はい、本庄地区は住民が地域に愛着を持ち、自然が豊かで農業が盛んな地域です。三田の魅力である自然と農業を地域の皆様とともに町づくりの発展に生かし、地域の課題を克服し、農業者自体が楽しく高齢者が生きがいを持って暮らせる町づくりを目指して、少しでも地域の方のお力になれるよう頑張っていきたいと思っています。はい、どうもありがとうございました。本日は三田市地域支援課から今西さんと藤田さんにお越しいただきまして、町づくりについてのお話を伺いました。どうもお二方ありがとうございました。ありがとうございました。この時間はまちづくりは地域からをお送りしました。地域で活動されている市民の方々や市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて地域での取り組みや活動などご紹介いただきました。次は8月16日の火曜日、午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。